ホラポス、関西百名山。ワウワウ。おはようございます、皆さん。時刻は、9時40分となっております。今日はここ、じゃん、名山電鉄は鞍馬駅までやってまいりました。今日はここから関西百名山は第70座、美名子山に登ろうと思っております。今日のネタは、じゃん、隊長。いやおしいさん、あおちゃん、ふかちゃん、久々のコラボスメンバー、そしてなんと還暦を迎えたそうであります。ゆうじさんとおめでとう、イエーイ、60、60おめでとうございます。今日のコース、詳細は、詳細は、今日はここから鞍馬から美名子山に登りまして、大原におります。以上。それでは今日も元気に行ってみよう。おう、お願いします。三ツ俣山荘泊まった時に、この道はね、こう向きに鞍馬駅ゴールにすることが多かったから、ね、な、サバ街道の大会の帰り道やな。そうやですね。だから下り基調で走ることが多かったんやけど、こう向きに登ると結構登ってるねせいで、そうそう、もうちょっと行ったらもっと激坂になるぜ。もっと激坂ですか。楽しみやな。あれ、これ走ったことなかったっけ。いや、こう向きやと思うね。へえ、京都って感じですねこれ見て、この熊の鈴。これな、鼻取ったらな、これあ、この鼻をね、取るとね、ふーんってなるね。へぇ、すごい。鼻にこうつけて、鼻にやってるんだ。そうや、すごい。で、このね、ET じゃね、その上に俺のあの、チャックのとこについてる ET ってこれ、ええ音なってますやん。あ、そうなんですよ。クラスが鳴ってくれました。鼻がね、そういうことになってるんですが、今日デビューですね。アマゾンで1500、600円ぐらいで買います。クマさんのニュース最近よく聞くんでね、はい、皆さんも気をつけてください。来週土山や来週おー、よう頑張った。よっしゃ、ゲー出るわお、ふぐちゃん降りてるやん。おー、あー、しんど、あー、こんなしんどいのやったらあかんで、ね はい、とうかちゃん、ここやで、ここまだ続くんやろ、ほんで。いや、こっちやろ。あ、こっち、うん、なんかどっかにまだ激登りって書いとったよな。まだこれ登ってからないそういうことや、一瞬下ってまだ登る、またやな。おー、なんかそんなコース案内を見たよ。はい、とはいと、山山さんが撮ったわ。うん、このコースはやっぱりあれですね、クロード好みですね。別の下山口からピストをやる。よう頑張ったやん。すごいすごい。ゲー出るわ。いや、ひんやりしたもんな、昨日とかな。あ
大にぎわいです。はい、時刻は11時21分、はい、11.5 キロ、はい、長いアプローチでした。しかもこう歩いてきて、ここらしいんです。わかんねー。こんな高いテープありますよ。わかんねこれ、もしそうなかったら、うちは絶対このまま行くわな。へぇ、ようやく山道です。長いアプローチでした。紅葉してるんですか。紅葉はちょっと遠くなって、ちょっと早いかな。でもね、この落ち葉とかがね、足を感じさせる感じですね。走ってると暑いけど、歩くと、あ、足やって感じ。せーな。絶対回ってるな。テープないんか。テープないか。大変やなこれ。ひたすら登れるのはここまでと。なんていうとこなん、ここ。途中ピーク。途中ピーク。途中ピークです。はい。これ迷いそうな山やな。ピークまで登って、ピークから降りる瞬間が間違うんですよ。あ、どこでも入れちゃうから。ほんまやな。登るのは一直線だけど、あ、その時はちょっとね、これパッと見もやばそうやもん。パッと見やばそう。いや、ほんまやばそう。っていう感じの山です。やばそうです。きつい坂やったな。坂やったな。リフトの駅みたいなのが多分。あ、そうなんや。あの失ってるところか。ね、あの辺です、ね。ザ秋山って感じですね。この稜線沿いのコースでね、向こう側の山の峰々が見えるのがすごい気持ちのいいコースやったね。まあでも踏み跡がなんせめっちゃ薄いから、これほんまあの奇跡をね、ちゃんと見ながらね、意外とどこここみたいなになる感じだね。
琵琶湖が少しだけ見えてます。登る言うたらきついなこれ。懐かしい。そうそう、あれ琵琶湖バレー。なんか確かに施設がありそうな雰囲気よね。ほんま。認識できるまでになります。認識できました。あれはもう琵琶湖です。おお、多分あそこですよ、ピーク。そうやな、こっち回ってくるんだけどね。そう、はいはい、すごいな。ちょっと想像と違う、もっと竹々しい山やと思ってた。あ、なんかなだらかな感じやな。ずっと巻いてくるからすごいね、あれやけど、距離はあるけど。本当にうん、難しいな。せーの、ゆっくりゆっくり。なんとこの曲がった木のでもあそこに赤いテープあったで。これなぁ。まあでもどっかに右に曲がるポイントがあるんやな。はい。これ、これ目指す通り。これはこのまま行ってもらうな。まっすぐ行ったらあかねえな。行ったら、おじいさん激迷いしたらしい。おお。えらい下んねんな、また。これが下って登ってやな。時刻は12時50分、はい、距離は 16.1 キロ、みなこ山に到着しました。はい、あ、ありがとうございます。はい、これこそ関西百名山パパウは第70山、はい、タッチやりました。超広々ですね。広々なんかね、うちらが登ってきたコースよりこっちのバス停から来るコースの方がポピュラーらしくて、今大団体さんにお会いしました。あんなとこ誰も来ていいね。誰が来るのからあんな走ってくるんだよな。いやー、すごい。でもいい眺め、あれ宇奈ヶ岳の方。じゃーん、重曹の阪急重曹駅構内にある豆田さんの五色稲荷を買ってきました。月替わりです。美味しそうですねこれ。私ね、一押しはね、このわさびなんですよ。わさびがね、もうね、帰った体にはいなりが合うよね。これ茶色いの何、うん、これ黒糖でなんか似てある、なんか使いとった。うん、
おすすめ、おいしい、時刻は13時5分、距離は 16.2キロ、休憩挟みまして再出発です。帰りは迷うことないというふうにおっしゃってます。行き死はね、やっぱり電子地図ないと結構な難易度の高さでしたよこれ。どこでも走れてしまうような道なんで、ルートファインディングめっちゃ激ムズって感じの印象の山でした、でも稜線からの景色が本当に綺麗で、本当素晴らしい、さすが関西百名山って思わせてくれるようないいコースでした、はい。下りはまた違うコースで降りていきたいと思います、はい、大原を目指します、はい、行ってみよう、はい、そうそうそう、まあ、ヒンマがつるってるか、そういうことで、どういうことや、偉そうにこの間テレビ見ただけや。比叡山はあっち、うん、いや、みなこ山山頂も良かったんですが、ちょっと行ったとこからのこっからの景色が素晴らしく良いですね、ビバみなこ山、片田の大橋が見えております、 あれか、うん、滋賀県丸見え、すごい、じっとしてるともう極寒ですね、手かじかみますわ、サップサップ、手袋したわ、過ぎてからはこんな感じの杉林がね続いてて、景色はあんまりないんですけど、まだ前半とは全く違った感じのトレランを楽しめるって感じです、はい、こんな感じで、よっほえ、すごいね、でもいいコースやった、これほんまいい山やった、なんかね、六甲山とかみたいにアクセスが良くない分ね、なんかこう、山深い山っていう雰囲気がすごく出ててですね、どうですかね、ひびさんは、そうですね、慣れてんのか、このね、秋山ならではの草を踏みしめる感覚と音っていうのがね、はいはい、やっぱりすごくね、はい、いい秋山に来たなって感じでした、いい秋山に来たな相づちしか打たれへん。すごい。はい、距離は 19.3キロ、はい、いやすごい激下りでしたよ、ようみんな登ってんなこれ思いましたわ、いやほんますごい、いや個人的にはやっぱりね、大水さんが連れてきてくれた鞍馬からの道の方がね断然開けてるしね、鞍馬から来た方がええやろうと思いましたね、いいですよ、なんなら登山口までタクシー使ってもええんちゃうかっていうぐらいのね、11キロカットすればね、はい、あっちの稜線をぜひねこっちからピストンする人は味わってほしいですね、はいはい、道は分かりにくいけどすごいいい道やった、ひびちゃん頑張ったな、一回尻餅ついたけど、ね、尻餅ついたかあらまあ、純ちゃん見てるみたいやったわボテンっていやなかなか、ね、こんな下るみたいな道やったね、そうや、あこっからもうバス停はすぐそこらしい、はい、どこ
車多そうやからな。そうやな。14時32分、距離は 23.9 キロ。はい。あ、なんかここから右に入りますね。なんか覚えてるぞ、ここ。どこに出んの？いや、本当は合流すんやろ。あ、合流するの。こっちの道がちょっと車少ないんで、後で合流するけど、こっちを走ろうかという感じです。はいはい。そういうの好きよね。はい。いや、一瞬の登りに騙されましたね。めっちゃ登りました。今日一しんどかったですね。今日一しんどかった。ナイスねー思ったけどね、まあ、2キロぐらい体感あった。あ、体感あったね。しんどー思った。なんかもうはっはっ言いました、まあ、なんとか下りに差し掛かって、あと大原まで4キロというところまで来ております。速道に入ります。距離は 27.2 キロ。まもなく3時です。はい。めちゃくちゃやな。おお、やっほー。やっぱ知らんとこ走るのは楽しいね。蔵とかも立派やしさ。なんか、いや今日はほんまにね、すごい山を走ってるって感じさせられたね。なんか自然むき出しの山って感じやった。リュウさんどうでしたかね。大変やな。大変やったな。いや、二人やったら絶対歩いてるところもね、もうほんま白目向きそうな勢いで走ったね。いや、これ大変やで。青鬼早すぎてやつ。お、着いた。着いた？うん、この橋渡ったら大原。お、イエーイ！イエーイ！時刻は15時24分。距離は 30.9 キロ。あ、31キロですね、ここ。大原に到着しました。いやー、みなこ山だけにみんなで行けて本当に良かったなと思ってます。はい。いやー、やっぱりね、すごいね、こうみんながいるとね、ムキになって走るね。うちら二人では出されへんぐらいの頑張りを出しました。来週の愛の土マンフルマラソンに向けていい練習になったかと思います、はい、だいぶいい練習になりました、はい、じゃあこれからストップを浴びて、あ、はい、コスモスも咲いてるよ、そこ。ほんまや。ねえ。いや、ぜひあれですね、あのみんな来てほしい、いい山でしたね。いい刺激になりましたね。いい刺激になりました、うん、それでは皆さん、また元気、次回にお会いしましょう。まったねー。ありがとうね。バス停です。はい、頑張りました。いやありがとうございました。あの、ボーナストラックで。ボーナストラック。まっすぐ行ったら来た。出待ちじゃない。ちっちゃいな、なんか。かわいらしい。かわいい。あろってる。